君の知ってる一番すごいこと僕のと交換してみないか賢い君とおしゃべりしたくて毎日勉強しているよお散歩コース忍び込んだ君の通ってた小学校子供たちが僕を撫でる列を作りました猫に学校は必要ないけれど猫は学校にかもしれない挿絵のとこだけ指さして新しい話を作ってほしい賢い君の声で僕を冒険に連れてってよ給食の匂いに誘われた君の通ってた中学校裏でミルク少しもらいました猫は学校に必要ないけれど猫に学校は必要かもしれないか賢い君とおしゃべりしたくて毎日勉強しているよ。